デジタル化推進について、平井大臣に伺いたいと思います。関心を持っているのは人材の部分とセキュリティの部分なんですね。民間で IT 人材非常に高い給与なんですね。でそういう優秀な人材が公務員給与体系の中でデジタル庁に果たして来てくれるのか。でこの資料にはですね、経産省の平成28年の調査では、IT 人材の年収20代のところ、平均413万ですけれども、一番高いところで1250万、アメリカではですね、もう4000、20代でも一番高くて4578万というような、まあ、高額なわけですね。デジタル庁に優秀な人材を集めることをまあ考えれば、まあ、最大値クラスの人材を確保しなければいけないというふうに思うんですけれども、この点について大臣のご見解いただけますでしょうか。平井国務大臣。委員ご指摘のとおり、人材についても一番重要なポイントだと思っています。で、今回、デジタル庁ではですね、民間の実態も踏まえた上で、その給与体系を検討しています。まあ、ただ、まあ、そうは言っても、まあ、限界もあるんですが、できるだけ民間の意に沿うようにしたいというふうに思うことと、まずその優秀な民間技術者がデジタル庁で働きたくなるような職務内容とか組織文化、ここも重要だと思います。そしてデジタル庁で働くことがキャリアパスになるようにしたいというふうに思っていて、まあ、そのためにはですね、国や地方の行政システムの構築とか、医療、教育、防災などを含めた社会全体のデジタル化に向けた重要なプロジェクトを責任を持って推進できる体制を作って、でプロジェクトごとにまた民間の皆さんの協力、その場合は兼務も OK で雇用をするといいますか、協力をしていただこうというふうに思っています。でさらに民間の人材の能力が十分に発揮できるよう、例えばですね、さっき話したプロジェクト単位でのチーム編成とか、テレワークを柔軟に活用できる執務体制で、働き方や意思決定プロセスなどを含めて、まあ、これまでの霞が関の常識にとらわれない、そのデジタルワーキングスタイルとか組織文化を検討しています。で前にも答弁させていただいたんですが、官民の間で人材が行き来するリボルビングドアの仕組みも構築したいというふうに考えておりまして、それによってデジタル庁で職務経験を積んだデジタルの人材が、その経験を生かして民間企業においてもデジタル化を推進する人材として活躍するようにしたいと。今人材が足りないというのは、もう官も民も国も地方も全部そうなんで、まあ、そういう意味で全体としてうまく人材を回したいと、そのように思っています。高木香織さん。はい、ぜひともその点はよろしくお願いしたいと思います。